市立図書館の奥です。今日は読み聞かせを始めたばかりというお母さんに向けて絵本を紹介します。一冊目はグリとグラ、中川理恵子と大村ゆり子の作、福音館書店から出ています。主人公は野ネズミのグリとグラです。二人が森に出かけて大きな卵を見つけ、その卵でカステラを作って森の動物たちと一緒に食べたというお話です。詩のようなリズムの良い明るい調子でお話が進んでいって、そしてカステラが本当に美味しそうに書いてあって、動物たちと一緒に自分もカステラを味わったような嬉しい気持ちになれる本です。40年以上も前に出版されているので、お父さんお母さんの世代の中にも子供の時この本に出会って楽しんだという方がたくさんおられると思います。子供の頃好きだった絵本を今度は我が子と一緒に読めるのって素敵なことですね。このグリとグラのシリーズには他にグリとグラのお客様、海水浴、遠足などがあって、2000年には新たにグリとグラとスミレちゃんが出ました。次の本も子供の時に読んだと言われる方がたくさんおられると思います。大きな株、ロシア民話でトルストイの際は内田理沙子役、佐藤忠良へ、福音館書店から出ています。おじいさんの植えた株がとても大きく育って、おばあさんに一緒に引っ張ってもらい、次に孫にも引っ張ってもらい、それでもダメで、しまいには動物たちに手伝ってもらってやっと抜けたというお話です。株の大きさはどれくらいかというと、この表紙からはみ出すほど大きいんですね。引っ張る人が徐々に増えながら盛り上がっていくという話の展開には、読み手も聞き手も一緒になって入り込んでしまいます。今日紹介した本はどれも図書館にあります。借りることもできますので、どうぞ図書館にお越しください。